はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、久しぶりにですねダイノルフィアデッキをご紹介していこうかなというふうに思っております。何が強化されたかっていうと、このダイノルフィアインタクトというカードが実装されまして、このカードがめちゃくちゃ強いんですね。これによってですねダイノルフィア結構革命が起きていまして、これ何が強いかっていうと、まずモンスター効果を無効にできるカウンタートラップであるという点。今までモンスター効果発動させなくするっていうあのことはできたんですけども、モンスター効果を墓地とか手札で発動されると、あのレクスタム君の対象外になって無効にならないというところがあって、まずそれを無効にできるという点。それから、一番きつかったのは、そのやっぱドメインとかフレンジーが通らん、うららで、という時があったと思うんですけども、うららをですねこのダイノルフィアインタクトがあると無効ができるんです。フレンジーとかドメインを発動した瞬間にダイノルフィアカードがフィールド上に存在することによって、インタクトってダイノルフィアカードが存在している場合に発動できる効果なんですけど、ライフポイント半分払ってその発動を無効にできると。これがですねそのフレンジーとかダイノルフィアドメインに対するうららに当てられる、これもねめちゃくちゃ強いんですよね。まあもちろんモンスター効果は無効、何でも当てられると強いんですけど、はい。だからまあ一応はかな、通告、インタクト、この辺でうらら無効にできるんで、大体融合通るってことです。はい、これがねだいぶ強くなったかなというところですね。まああとはあんまり構築いじってないんですけど、大好きなこの覇王の魂というカードを使って、覇王というザークを爆誕させつつ、ライフポイント半分払い、ダイノフィアのこのライフ、が少ない時にうんぬんかんぬんするっていう効果も使っていくっていう感じですね。はい、ということで、非常にね、強力なカウンタートラップ、まあ、これ UR でよかったと思ってるけど俺もはや、ダイノルフィアはブルジョアデッキっていうね、もう、印象付けられがもう、決まってたんで自分では。だからちょっと UR であってほしかった逆に。はい、というわけでやっていきましょう。デュエルスタンバイ。めちゃくちゃ久しぶりに触ってるわこのダイノルフィアとかいうブルジョアテーマ。デッキの中の UR 一体何万とか知らねえけど、まあ、とりあえずねインタクトが SR で良かったなという、まあ、意見とともに、逆にえなんで SR UR でよくねって思った自分がいます。はい、もうもはやダイノルフィアはもうブルジュアしか使えないというデッキにしてほしかったです。逆にね、逆に、なんかもうありえんレベルの UR 枚数でもう作る気失せるレベルのデッキにしてほしかったな。これがまあ完全に俺の個人的な意見なんですよね。まあ、3枚飛ばしですね基本的にダイノルフィアの金券は。おっと、あ、ウラーラか。まあいいでしょ、フレンジーすべきしてよかったな。これフレンジーすべきしといてよかった問題はあります。これセットセット、過密後引きちょっと腐るんですけど、まあインタクトの4枚目5枚目みたいなイメージですね基本的には。はい、あのウララうざいんで、フレンジーとかダイノルフィアドメインに対するね。スモールワールド、なるほど、わからん。サキタマ、はあ、サンダーザキングか、ああ残機かな、ああオッケー、サーキュラーね、了承。サーキュラーくん鬱陶しいな。ドロランドロックバード発動だ、とりあえず。さあお前も手札に加えるな、カード何やるじゃないか、まあいいだろう。モンスター効果2回無効にできるんで、まあ、貫通されないと思うけどな。サーキュラー、はい、送るシグマ、シグマは出させるか、シグマ出させてえな。ちょっとバグースが飛んでくるとめんどくさいんだね、あのデッキ。シグマ出させてサイバー縛りつけてからちょっとサーキュラー効果無効にするわ。はい、でシグマ撃たれます。で、これでサイバースしか出てきません。で、サーキュラーの効果発動します。お前黙れ。一旦これ通告から撃たないとライフがやばいことなんだ、これな。だから、一旦通告から撃つ。これカウンターバラなんで、このチェーンができない。はい。ばっこり撃って、で、サーキュラー爆破。OK。で、これでもうサイバース縛りついてるから、バグースかも出てこない。つまり、お前はサイバースするしかねえ。ダイノルフィアフレンジーを発動。3250のライフポイントを支払い、ダイノルフィアケントレギナーを爆弾、ディプロス
ディプロスはもう融合スターになって墓地に送ることしかされないからな。ちょディプロスをさ、もうちょっとさ強くするか、またはディプロス以外のダイノフィアモンスターちょっと作ってくんないですかね、コナミ氏。そして、ケンツラギアの効果によってフレンジーの効果をコピー。これによってレクスタームを爆弾。テリジャ、うわー、いけー、トラー、お前もう1625以上のモンスター効果使えんからよろしく。あ、まあ、なんならちなみにもう一回ライフ払ったら、もう、何800くらい、812以上のモンスター効果使えないからよろしく。じゃあライフポイントの計算めんどすぎ、笑った。これ OCG でやったらマジライフ計算めんどいよな。マスターデュエルって神だわ、自動でやってくれるから。よし、恐竜さんのカチザウルス対戦、ありがとうございました。やっぱ罠デッキだからね、どうしたってあれだね。高校はまあちょっとやっぱ不利かなって感じするな。その相手が一回作った盤面をさ返しに行くの結構大変なんですよ。トラップカードでモンスターを出す都合上やっぱちょっと一旦遅くなるから出てくるのが、そこがね問題だよね。マイフレンド OK、 これドロール効くんじゃない。いやドロールは効くと言われてますよこのデッキ、めちゃくちゃ。なんならデリシャス結構ね今確定でサーチできないからね。はい、スリーピースリーピーデリシャス OK、 デリシャスリミット1は結構でかいけどな、確定じゃなくなったからね。ちょっとドロール&ロックバード、ちょ取ってくれ、頼む取ってくれ、通せ、ドロールさんが取るぞ。通った、これ通ったっぽいな、通ったっぽいな。よし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 、なるほど、よし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 、でかい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 、それはさすがにでかい。きた、実質戦後逆転したな、これフレンジー引けたのはまあまあでかいが、どうしようかな、これ覇王竜の魂セットまあまあどこにセットするかなんだよね。無限法要がある可能性があるんで、無限法要をまあ食らわないようになんとかしたいですね、基本的に。もういいや、こいつ紹介しなくていいや。これでまあドロフェハオールの魂打つしかないんだよな。これ参戦踏むからメインフェーズ出そう。メインフェーズスタンバイフェーズ、あー、ドロフェーズスタンバイフェーズに打たないと参戦踏むんで、あ、増殖する G うぜー。いやこれダイドルフィア召喚してあれかな、インタクト打ってるようにしようとなってほしいんだよな、今思ったけど。ちょ、普通に増殖する G 重いです。ちなみになんかトラップデッキだから重くないと思いきや、まあまあモンスター出すんで、これまあまあ重いです。まあね、覇王竜ザークはちなみに、あ、てか今出しときゃよかったな。覇王竜ザーク、覇王竜ザークってさ、てか覇王竜の魂って高い位置ないんだよね。ちょ、で覇王竜の魂の効果を使います。はい、でこれで、いやー、うざっうざ、もう一回出しとく、もうこれターン1ないからさ、もうなんかもう一回出しといて、これ、いやこれさっき出しときゃよかった。でももう一回出しといて、もう一回使いに行くのあれじゃね。いやちょっともう増殖する G ちょっと重いけど、もう一発ぶち込みに行くわ。ありえん展開でぶち込みに行くわ。で覇王竜の、まあ、クリスタルクリアウィング出したいんだよね、できれば。よし、これで、ハオリの魂の一応起動状況が整ってるか、魔法カード使ってなんか出てくる。ディーププリティデリシャス、いやー、うわ、これでザーク効果発動。これはまああんま関係ない、頼む、マジでこれだけ通してくれ、これ通して一回これ通して、覇王竜ザークのを、除外し、四天の竜を飛ぶ召喚、取れ、よし、通った、とりあえず通った。フレンジーも出しと、いやー、ちょっとどこのタイミングで出せばいいかわからねえ。とりあえずクリスタルクリアウィングの方がいいんじゃないか、さすがに相手ピュアリーだもんな。まあモンスターとか向こうよりも多分魔法トラップ向こうの方が多分強いと思うんで、これこうしましょう。で、ブレイブアイズペンデラムドラゴンも出しとくか、一応。
まあ、全部出すかももはや。もう全部出すわ。全出しでもう出す機会ねえもん。もうハオールの魂2回使ったから、てかもうエクストラデッキザーク2枚しかないから、もう出てくることないから、こういう交渉 OK。 いやこれでなんとかしてレクスターム通していくしかねえ。でマイフレンドが破壊されないようになって、無限包囲を捨てる。でペアリー出てくる。いやあ、あいつらの攻撃力低すぎてフレンジーでどうにもならねえ。フレンジーってかレクスタームに、レクスタームに任せらんねえ。あいつのあのゴミみたいなモンスターだし。いやでもこれ言ったからだよな、エクシーズモンスター出しますよみたいな効果使ってきたらフレンジーぶっ込めばいいよ多分。でこれよし打ってきた。でここでフレンジーかます。これでかいの出てくると打点が上がってるっしょ。あれでも1000以上だよね、さすがに。ピュアリーモンスターたちって。打点。どのぐらいだったっけ打点あんま覚えてないんだけど、1000以上だよね、さすがに。なんか1200とか1600とかそんな感じだったっけ、そんだよ。いや、まあ、いきなりフレンジーでからのコースしかないね。で、こうしてからのレクスターム爆発させて。はい。で、これで多分ね、相手も、1000以上のモンスターの効果を発動できないんで、多分ね、ピュアリー、このエクシーズモンスターの効果は使えないはず。ビューティーは多分大丈夫と思う。ビューティーは問題ない。あとはなんかあれだよな、これ、でも手札引き出す。6枚あんの？手札6枚のマジ？ピュアリー。あいつら攻撃力が低すぎて、なんか全然無効にできない。無効っていうか発動できなくさせられない。打点低すぎだろ。だ100って、くそ、100にすんの無理だろ。さすがに100にすんの無理や今この段階で。いやあいつらなんか打点いくつかわかんねえなこれマジで。エピュアリープランプ、プランプ出てきた。プランプだる。あいつ800なのね。マジかよ。使うか。いやでも結局だな。今使ったところで結局だな。でもチェーンされる気がするんだ。これでチェーンだな。多分これでチェーン。これ速攻魔法、これチェーンしないといけないな。ダイノロフィアレクスタム発動。で、これで、割り込んで500にして OK。 これで待って、あれで待って、これナンバーズ以外のモンスターにいたんじゃない、あれなんかこれ俺、これナンバーズ以外のも同じランクのモンスターにいたんじゃない、これ終わった、あれかな、ミラリオ来る、ちょっと待ってこれ終わった、あれ俺これ終わった、マジ？なんで？未来竜王入ってないのかな？そんなことある？そんなことある？未来竜王入ってないのかな？そんなことある？わかった、未来竜王で普通になんかぶん殴られて、あのアーゼクスの送られたらおしまいだなって思ったのよ、今。ワンチャン。いや、なんか耐えたんだけど、謎に。ピュアリープ？誰？いや、でもこれを無効にしたところで。クリスタルクリアウィングくん、いやあれ無限包囲だったらうっとしいよな。ちょっと無限包囲を一生ケアするわ。アドクセカードちょっと怪しいよね。なんか一生使われてないんだけど、あのセットカード、あれ包囲だったらさ、多分全てが無にきすんだよ。レクスタイム包囲って言われてさ、結構やばいこと聞くから。攻撃続きます。っていうかこれあれなんだ、なんかノワールそっちなの、なんかこれなんかこのデュエルお互いにさ無限にプレミしない。今多分これあれでしょ、あの何、あのプランプの上に乗っけたら多分いけんじゃないの、守備力高いから。ちょがんだけど、まあスターブで流れるかもしれないけど、なんかこれお互いに一生プレミアしていけるんだけど大丈夫これ。いやマイフレンドはもういいよ、マイフレンドはもういい、もう52にもうなんかいくらでも回収しな。はい、オッケー、いいよ、もう52回収してどうぞって感じで。これでアイノクステカードを一生ケアし続けることにより、まあちょっとあのレクスタームの効果を一生有効にしていくってことね。
ちょっと今非常に無限保有が重いので、レクスタム君ね、耐性はないから特にモンスターに対するなんかそのもう効果発動させないっていうね、まあ、めちゃくちゃ強い効果はあるけど、まあ、代わりに魔法カードとか、まあ、トラップカード、まあ、賛成の際とか無限保有みたいな、ああいうカードにめっちゃ弱いんで、でカード1枚セット、まあ、これでエンド。いやなんか耐えたな、今多分未来竜王入ってたら普通に出してくると思うから入ってないのかな、またはなんか時間がないからな、相手のタイムアウトが迫っているっていう時あるね。そのパターンはあれ結構俺良くなるから、なんかもうこれやったら勝ちだけどこれやってる時間ないって時ない。でも300秒にしたらマジで解約だと思ってんだよこれ、マスターデュエル。だから先行は300秒でもいいけどさ、その高校300秒じゃ無理だよみたいな時ない。まあドメイン発動しますか一応、まああんま関係ない、もうこれなんか無効にしてもはやいい気がするよね、インタクトで。これでもなんかまんまいけないじゃん。で250でしょ、ありえない量のライフポイント払いまくって、でこれドメインでさらに払って、で125からの85にすればいけんじゃないか、これこれ100以下にできるんじゃないか説。ダイノルフィアドメイン発動125、あと1回だ、来た。これ多分俺融合祭あったっけな、と融合祭あったかどうか怪しいな。ダイノルフィアケントリーナー、あ多分あるな、多分ある、あいける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 、これで、まあ、半分払った。125割にいくぜ。わからん。100以下になる。もうちょっと、ビュアリーの方が。あーい、うわー、耐えたー。一生プレミアしてるお互いに、これ多分。うわ、真っ赤っか来たー。真っ赤なお花のトナカイさんは、マジックビースト、マスターキルベロス。あ、はい。なんかこれエンディングかな、それともペンデラムグッドスタッフみたいなやつかな。それともドレミコードかな。じゃあドレミコードとかマジで実装したんだけど、ほんと誰一人使ってないんだけど大丈夫、マジで見ない。実装してもさ使われないカード多すぎない。じゃあこのゲームマジでさ、そのランクマしかねえからさ遊ぶところ、やっぱあれだな、インフルエンサーみたいな人がやっぱちょっとなんかエンジョイルームとか作っていかないとさ、多分なんかそのマジ強いデッキ以外に焦点当たんねえじゃんこのゲーム、使うとこねえから。なんかデュエルルームとかなんかフリー対戦みたいなところ終わってるからさ、もう治安がんだから、なんかあれだよね、そのなんつうのかな、なんかちょいファンデッキみたいなのとか回す場所ないっすよね。まあそういうのをね、回す場所を確保しようと思って、一応そのいろいろね大会とかやってるんですけどね、私。なんかエンデミオンくせえな、これな、デミオンくせえわ、なんねえけど、なんかすげえ妨害構えられて終わりそう。いやでも貫通できる可能性あると、カウンターまでカウンターはね、チェーンができんからね、基本的にモンスター効果とかをスペルスピード速すぎてな。いや強えな相変わらず。こっからヘビーメタルフォースエレクトラムとアストログラフで、キョヌーお姉さんね、キョヌーお姉さん来て、でこれで何をサーチするんですかね。ペンデラムスケールが貼られて、テクノ何枚ですかこれな。アモルファージノーテス、やば、こいつやばくない。このカードがモンスターでその世界でお互いにアモルファージモンスターしかエクサできたとしないけど、うきょ、これもしかして俺このペンデラム召喚されるの今から、もしかして、嘘でしょ、無理じゃない、アモルファージノーテスとかいうなんか激キモモンスター爆弾するってことこれ。創世魔導王エンディミオンキングジャッカル、ああ出ちゃった、いや無理だろ、どうすんだよこれ。いやまあガンクセスするけども、これノーテス存在してる場合、このトラップカードもしかしてこれ俺1枚も発動できない、もしかしてだけど、これなんか無理じゃない。ソニックももはや何もしないし、このフレンチもドメインも何も引かんないけど、大丈夫、大丈夫じゃないね、大丈夫じゃなくないですかこれ。嘘、そんなことある、は